sens, je ne les vois pas d'ici.王様建設家に命令するとき、
立派な、もっと捨てなさい。あの塔、塔はミナレットですね。ちなみにミナレット、ミナレット一本だけ、何を捨てなさいというのです。この先生から聞き間違いで、金の代わりの6本。なんで金とマントルケチカレがあるんですよね。世界でその時ナンバーワンです。16世紀からです。どっかにブルーある？青空？ブルーモスク、意味分かったと思う。中見てすぐ分かったと思います。ステングラス、文字、あとタイルの模様、全部ブルーモスクです。ドームの近く、皆さんの後ろ、左とか右、ビジニックタイルが貼ってあります。全部オリジナル、ビジニックタイル、400年前作ったタイル。でも、すごい綺麗ですよね。昨日作ったみたい綺麗に見えると思います。花の柄のブルータイルが、素敵なタイルが貼ってあります。ここで21,043枚タイルがあります。それのせいでこっちブルーモスクと呼びます。このモスクの名前はギリシャ言えばね、ブルーモスクじゃない、スルタンアフメッドモスクです。でもみんなブルーモスクと呼ぶ。これね、中に入ってブルーところが多いですから、ブルーモスクと呼びます。ドームもね、大きいでしょ皆さん。このドームの直径は26メーター、高さは46メーターです。この大きいドームのため4本の象の足みたいな柱が作りました。皆さんの左とか右正面に柱があります。この1本の柱の直径は5メーターです。皆さん、リスラム系の信者たちもお住まいだけペーパーもあるし、入り口の方に緑カーテンがあります。神様アラハの名前書いてあるカーテンがあります。あの階段は説教場です。金曜日お祈り、昼のお祈りするときに、イスラムの僧侶はね、あの階段登って説教します。階段登るとき一番上に登りません。一番上はね、預言者モハメッドのところを表してるから尊敬して、真ん中ぐらいで立ててまだ説教します。モスクの写真、皆さんこれから撮るなんですけれども、集合場所だけ案内します。みんな私見る？あの先こっちから入ったですね、反対側、こっちから出る、あの真ん中じゃなくて反対側から。全部残った建物の中で一番古い。どれぐらい古い？これより古いのはある。例えばコレシオ、エフェソスはこれより古いけど、一部だけ残ってるでしょ。これ全部残ってる。だから
Hold on.
紹介しよう。うん。近づいてきてください。はい。後ろ。これ間違いしないで。あのアラビア文字の上に見てください。ノールオスマニアと書いてあるの。
Mm-hmm.